おはようございます。篠崎大輔アワーバズっていても第13回目を迎えました。第12回目のゲスト、新日本フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の鈴木純一郎さんのご紹介で、東京交響楽団首席トランペット奏者の澤田雅人さんと対談をしていきたいと思います。澤田さんはそうですね、小楽器のアンサンブルもされてますし、それからね、いろんなアンサンブルでも見かけをしますし、東京交響楽団で首席を演奏されてですけども、もうね、なんかこう僕のイメージの中でこうかっこいい演奏をするというようなイメージ、それからまあいろんなマルチな演奏をされてますので、その辺の話もどんどん引き出していきたいと思います。それでは行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しております。はい、どうもご無沙汰してます。白津大輔アワーバズっていいとも第13回目のゲストは、東京交響楽団首席トランペット奏者の澤田雅人さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもどうも。ご無沙汰しております。いつぶりなのかちょっとわかんなくなってますね、もうね。いつぶりだろうね。ねえ。いつかもうわからないぶりですぐらいかもしれない。はい。ご無沙汰しておりますが、まぁ、ちょっと緊張しながら、楽しみながら対談進めていきたいなと思います。それではですね、まずトランペットを始めた年齢ときっかけを教えてください。はい。トランペットを始めた年齢はですね、小学校4年生なので、10歳かな、そうです、10歳とかですね。おそらく。はい。ね、金管バンドで始めたみたいな。それ、なんか、感じ興味ですね。興味があって行かれたんですか？その時は、ちょうどね、2年生か3年生ぐらいの時に、親戚のおじさんが、突然我が家にトランペットを持ってやってきたんですよ。ほうほうほう。このトランペット使わないから、どうぞって言って、親戚のおじちゃんが遊びに来た時に。で、しかもその時にそのおじちゃんが、なぜかラジオで、ドクシテルの CD が流れてたらしくて、それをテープに録音したやつを、持ってきて同時に。で、それを聞いて、あ、トランペット楽しそうって思って、こう、うずうずしながら、こう、4年生まで待って、で、トランペットを始めたと。なるほど。じゃあ、満を持して4年生になって、こう、クラブを入れるっていう年になって、スタート。でも、最初はね、トランペットじゃなくて、トロンボーンをやりたいなと思って、で、いざ部活に行って、で、あ、僕、トロンボーンやりたいですって言ったら、ちょうど3つ上の兄がいて、で、3つ上の兄はもう卒業しちゃったんだけど、あ、澤田君の弟だって、じゃあトランペットだよ、いいよ、トランペットがいいんじゃないって言って、で、プッて吹いたらもう音が出たから、はい、じゃあ、澤田君トランペットって。で、無理やりトランペットに。なるほど。まあ、言ってることのおじさんとドクステルでトランペットには向いてたけど、なんかトロンボーンがやりたかった。そう、なんか、これがやりたかった。これが、かっこいい。後ろに映ってますけどね。あ、そうそう。これね、うちの奥様の、また珍しい、こう、ベッソンのギメッキっていう、この、また渋い。渋いですね。渋いのが。たまーに調子悪い時にこう吹いたり。おぉ、してカメラやつで。ああ、吹いて。なるほど。あ、まあ、でもよかったです。お兄様がやってらっしゃったので、トランペットに。そうです。たまってよかったですね。はい。よかったですね。しかもこの時の楽器っていうのが、今もここに。実は。おじさんのトランペットですか？おじさんのトランペットが。しかも、ちょっと貴重な。もう、こんなケースに入った、これ日
館かなんかの、もう、今は亡き日刊、こんな。あ、でも綺麗ですね、筐体。そう、日刊のマークが一応こう。ジャパン見えますね。うん。これを持ってきてくれて、もう何にも取り柄もないし、もう不思議な楽器を。ベルもベコベコだし。でも結構ラッカー綺麗な状態ですね。ラッカー綺麗な、結構、ピストンもちゃんと動くし。まあこれがいい感じ。きっかけですね。これがきっかけで。素晴らしいです。始めました。はい。バズっていいとも始まって以来、最速の楽器の登場ですね。あ、やばい。出しちゃった。記録もっともったいぶればよかった。いやいや、ありがとうございます。いいタイミングだと思います。はい。それでは、トランペットを始められたところで、ここから、割と、ちょっと壮大な振りになりますが、まあ、現在の東京交響楽団までの、道のりをお伺いしていきたいのですけれども、はい、どうぞ、小学校から始められて、中高大と、中高大。そこから、行きまして。はい。ぜひ聞かせてください。中高大は、まあ、そこら辺は、いいのかな別に。あ、ぜひ話してください。中高大。いや、大して、ね、小学校は普通にやって、まあ、中高。プロをプロっていうか、音大を目指したきっかけなんかは聞きたいなと思うんですけど。あ、音大を目指したきっかけ。音大を目指したの、でも、小学校の頃にまずなんか、卒業文集とかに、将来の夢とか言って、オーケストラの一員とかって、一応書いてはいて、その頃に。だけど、その夢も、ね、すぐ、もう中学校行ったら忘れちゃって、忘れちゃって、でも一応もう、続けるならもう、トランペッター絶対続けようと思って、続けてて、とりあえず吹奏楽部をずっと入って、でも全然強い学校とかには行ってなかったから、もう弱小校で、伸び伸びと、中高とやってきて、で、高校1年生の終わりぐらいに、その顧問の先生が、ただ、あんた音大受けてみないみたいな感じで言われて、と思って、音大かと思って、普通の勉強あんま好きじゃないし、これはいいかもしれないなと思って、そんな程度な感じで音大を目指すことになって、かな。じゃあ、そんな道があるってあまり知らずに、その先生がこう、教えてくださったみたいな感じ。そんな感じ。確かに。そう、だから高校受験も別に、こう、ね、音高に行こうとかそういう話にはならなくて、で、まあ、楽器は楽しく吹いた方がいいじゃん、ぐらいな、つもりでやってたけど、先生がこう、さあ、行ってみようよ、みたいな感じになって、じゃあ、ちょっとやってみますか。ってな感じで、こう、とりあえず目指すことになって。だから、初めてトランペットのレッスンついたのも、高校2年生になってからかな。2年生になって、で、そこで、そこで、ようやくこう、トランペットはバックだよって言われて、こう、バックを買って、レッスンに、こう、通い始めるわけですね。なるほど。ですかね。はい。そして、で、大学、そのまま。で、大学に。はい、そう、で、高校受験も、そう、意外と、そう、私ね、マイペースで、本当に、こうのんびり屋さんだったから、本当にこう、マイペースで練習してて、もう本当受験前ももう、なんだろう、試験局通して、よし、今日も吹けた終わりみたいな感じの練習しかしてなくて。で、いや、まあ、浪人したら浪人したでしょうがないねって言ってたら、ね、運よく受かって大学に入って、で、また大学入ってからも、
そうだね、大学入ってからも、なかなか、ね、学校がなんせ池袋なんてとこにあるもんだから、もう楽しくなっちゃってね、もう1、2年生の間も楽しい時期をもうたくさん過ごさせていただいて。その楽しい時期が。そしたらもう、学校の先生に、沢田くんはちょっと、ん？楽しい時期は掘り下げた方がいいんですか、もう少し。楽しい時期、特に何もしてないな、ほんと飲んで厳選行って。もうそんなことしか、学校行ってとりあえず練習と言ったら、こう、友達とデートとか、それぐらいしかやってなかったかな。楽しい時期ですね、でもね。楽しい時期で。お酒も覚えてきてみたいな。ねえ。いや、いいですね。鏡みたいな大学生ですね。なかなか楽しい時期を過ごして参りましたね。さあ、大学生になりまして楽しい時期を過ごしながら、東京交響楽団までたどり着くところまでお話を伺いたいんですけれども。はいはい。で、そっからはそうなんで。で、そう、正直な話、オーケストラっていうものに、実はあんまりこう大学入った頃って興味がなくて、そんなに。すごい、何が何でもオーケストラ吹きたいっていう感じではなくて、で、やっぱりブラスの方が楽しいよなんつってやってたんだけれども、大学3年生ぐらいの時に、3年生の定期で、ショスタコの5番をやることになって、学校の大学の定期演奏会で。で、それでショスタコの5番をやってみたら、なんてかっこいい曲なんだろうと思って、で、そこからオーケストラを徐々に聴くようになって、だから初めてオーケストラの CD 買ったのが、大学3年生っていう、もうかなりのスロースターターで、こう、え、音大に本当に何しに行ってたんだろうみたいな。楽器吹いて楽しいからいいかなみたいな感じで。ね、もうちっちゃい頃からもう僕はプロになるんだってやってる人にはちょっと申し訳ない感じなんですけども。いやいや、ね、でも小学校の文集ではオーケストラの位置になるって書いてますからね。一応ね、一応書いてるんだけど、うん。それも思い出したのが大学3年くらいだから。そこまでもすっかり忘れてこう、ね、人生エンジョイして。エンジョイして。いいこと、でも楽しくていいですね。楽しくて。うん。そう。でもそれで大学3年生で、こう、オーケストラ、なかなか楽しいなってなって、で、そっからはもう、やたらめったら練習するようになって、本当に。もう一日中合間を見て練習して、で、そうね、ほとんどひたすら練習。授業終わったら先輩とオーケストラやって、いろいろやって、で、その後飲みに行って、みたいな生活をずっとしてて、で、大学卒業したときに、マークンズっていう団体が。はい。で、そのマークンズになぜかこう、自分が入れることになって。で、そっからはだからもう、そう。で、そのマークンズに入るっていうのも、もともとはその飲み仲間。皆さんが、だから、その時、リーダーだった大隅さんが、いろいろ若い、こう、優秀な人たち集めて、みんなで、ね、仕事あげたり、飲んだりとかいろんなことをしてて、で、そこに、最近卒業した子、沢田っちゅうのがいるんですよ、って言って、先輩が連れてってくれて。で、じゃあ、で、その時は公園でみんなでなぜか飲んでて、花見の季節だったのか。そう。で、公園でみんなで飲んでて、で、そこでじゃあ、ちょっとお前なんか一曲吹いてみろよ。公演で言われて、で、
そんな急に言われてもと思って分かんなかったから、じゃあ僕巨人ファンなんで松本の応援歌吹きますって言ってこう、パパ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 パって吹いたら合格とか言ってそれでマークンズっていう、こうマークンズって言ってもその頃はただ単にね飲み友達というかみんなで、でそこでなんか演奏会をやらないかみたいな感じになって、でそしたらね、もうすごい人たちばっかりだから、でそっからいろいろ学び取りながら、でもフリー生活も長かったですな、意外と29の時にようやくメイフィルに引っかかり、で、それまではもう、どこを受けたかな。たくさん読み経も受けたし、仙台フィルも2回ぐらい受けて、で、旧経も受けて、メイフィルも、でもメイフィルも2回ぐらい受けたの。うん、で、二回目で、ようやく、みたいな感じで、メイフィルに入ることができて、で、そのままこう、とりあえず、ね、メイフィルで、いろいろできることをじゃあやりましょう、って、ね、やってたら、一回名古屋に来たときに、なんか、友のりが、沢田さん、うち来ません？とかって言われたんだけど、その頃ちょうど、メイフィルで、その、ポジションをしっかり決める制度がようやく動き出して、で、そこで、首席になることになって、首席になったばっかりだったのかな。で、とりあえずなんかいろいろこう自分でこう、あれましたよ、これましたよ、で、いろいろやりたいことができちゃって、ちょっと今はいけないかなって一回お断りして、その時は。で、そしたらまた今度、何年か経って隣からやっぱり佐田さんうち来ませんかって電話かかってきて、わかりましたって言って、じゃあちょっと前向きに考えますって言って、ようやく、その後オーディションを受けて、東京に、入りましたね。なるほど。名古屋フィルも何年在籍されてたんですか。名古屋フィルは2003年から2010年まで。7年間ぐらい。うん、今東京がもうじゃあ10年ぐらい。うん、10年目。素晴らしいですかね。いやなんかいいですね。やっぱり楽しまないといけないですね、学生生活ね。学生生活も皆さん楽しんでくださいもう。ねえ、うん、ねえ楽器だけ吹いててもダメですなんて言っちゃいけませんが言っちゃいけないですけど、いやでもやっぱり楽しまないとダメですね、うん、そうです。皆さん楽しんでくださいどうぞ、楽しみながら、ね、楽器はやってください。はい、うん。ありがとうございます。いえいえ。はい。オーケストラに、まあ今のオーケストラに、たどり着いたところで、はい、これも皆さんに伺っているのですけれども、はい、まあ、佐田さんの中で、はいはい、オーケストラ人生、まあ、トランペット人生の中でこう、手応えのあった演奏っていうのは何か覚えてらっしゃいますでしょうか。手応えのあった演奏。でも、メイフィルにいた頃に、一回フィンランドに、リエクサのコンクールを受けに、メイフィルに行った時に、行ったことがあって、で、その時に、せっかく行くからって言って、いろんなこう、シベリウスが住んでた場所とか、
ここら辺で作曲してたんだよみたいなところとかにみんなでとりあえず見に行ったりとかいろいろして、でそのフィンランドに行っていろんなそういうもの、向こうの景色とかいろんなその空気とかいろんなものを見てきた後に、ちょうどシベリウスの2番をやる本番があって、もうそしたらもう、こんな自分で言うのもなんだけども、ここの音はもうこういう音で吹くしかないっていう、なんつうんだろう、自分でもうイメージがもう全部入ってきちゃう感じの時が一回あって、もうその時はもう、あ、もうシベリウスのトランペットっていうのはこうやって吹かなきゃいけないんだ、みたいな、こう、なんつうんだろう、この、いつもどんよりしたあのフィンランドのあの空の中からこうたまーに出る晴れ間からこう光がこうピーって刺すみたいに、トランペットはこれ吹くもんなんだみたいな、きっとこれがトランペットなんだなと思って、で吹くとあの二楽章のあのラーとかって入ってくるちっちゃいやつとかも全然怖くなくて、逆にもうしっかり明るくピーターも光が差すみたいに吹けば全然これなんてことないんだなと思って、で実際そうやっていろいろ考えながら演奏してたら、やっぱり聞きに来てた人が今日のは本当にすごかったってすごい言われて、その時に、あ、やっぱね、でその時にだからやっぱ現地とかその場のいろいろ空気を吸ってやるのはめちゃくちゃこれは大事なことなんだなと思って、でも結局留学はしてないんですが。いや、でも、そういうふうに。うん。うわ、すごい話ですね。これでも、どんな作品にもそれがなり、あの、こう、多分結びつくと思うんですけど、それでも全部現地行ってたら、破産しますね。ね、破産しちゃうからね。うん。そう、でも偶然だからね、その、それはフィンランドで、そういうのがあって。で、やっぱり、全然、ね、あの中から生み出されるんだと思って。いやー、これはやっぱこう、見たり、いろいろ感じたりしないといけないんだなと思って。だからそれからはでも、だから、なんていうんだろう、そのオーケストラ、いろんな作曲家の曲をやるときは、やっぱりそこの現地のオーケストラの録音をわざわざこう探して、引っ張り出して、聴いたりとかするようにしてますね。うん、いやこれはすごい素敵な話ですね。ありがとうございます。勉強になりました。いえいえ。もしかしたら、それですね、次の質問が、まあ、演奏してるときに大事にしてることっていうことなんですけども、結構つながっちゃってますね。つながっちゃってますね。つながってますね。なんか、つながっちゃってますね。ありますか、その、まあ、プレイ、まあ、うん、でも十分なのかな。でも一応質問し直します。演奏するときに注意してること。うん。気にしてることっていうか大事にしてること。大事にしてることはでも、うん、あ、でも結構かぶってしまうけど、その、ね、空気感であったり、そのカラーとかいろいろ、そういうのをできるだけこう、出せるようにしたらいいかなってことをすごい、あとはね、やっぱり学生生活でもこう楽しむことが大事ですね。うん。そう、だからもう本当、なんかね、すごい、究極の、自分で思ってるのは、究極のアマチュアみたいな感じになっちゃうんですね、気分が。だからこの曲やるのがもう、本当楽しくてしょうがないとか、うわ、この曲やれてすげえ嬉しいとか、そういう感じで、やってることの方が多いかなって。素晴らしい言葉を言いました。これ流行語大賞になるんじゃないですかね。出ます、ね。究極のアマチュアはこれ出ますね。これ。うん、これバズっていいとも、なんかちょいちょい言ってるんですけど試験に出ますよって言うんですけど、本当試験しようかなこれ。試験。
いいですね。ありがとうございます。じゃあもう一歩手前に行って、こうルーティーンっていうのなんか持ってらっしゃいますか？ルーティーンは、だいたいやる、音出しで使うエチュードがずっと一緒とか、あれぐらいかな、その、なるほど。ルーティーンは。だいたいだからいつも、リハーサルの前とか本番の前とかに、家で必ず音出しをしていくんだけど、その時に必ず、だいたいもう決まった、もうその決まったエチュードはもう10年以上、やってるからね、12、3年、毎朝同じやつを、とりあえずやって、で、その場で調子を確認しつつ、直しつつ、みたいな感じで、やってから仕事に出かけるみたいな。なるほど。感じかな。はい、ちなみに、そのエチュードは何かを聞いてもいいですか？それとも後で登場する感じですかね？後で、あ、いや、もうこれ別に今でも大丈夫。今、はい、一応知りたいです、ルーティンの中で。このね、これもなんて読むかわからないんだよな。この人、アーバン、あの、ストックホルムチェンバーブラスでやってるあの、アーバン・アグナス。アグナスさん、はい。の、フロースタディっていうエチュードが、こうやって、これネットで PDF で送られてくるから、こうやって自分で、ファイルにして使ってるんだけど、こういう簡単な感じの本当に息を流して鳴らしていくみたいなのがこう一番からこうとりあえず音出しで14番まであって、でしかもこれ何がいいかって YouTube で検索するとこのこれを本人が吹いてる動画があって、でこのアグナスさんは定感でこれを吹いてるんだけど、うん、いつもそれをうちのステレオでこうかけながら音を聞きながらこう一緒に勝手に指示みたいな。勝手にあるあるです、ね。一方的にもう12年ぐらい指示してる感じで。12年ぐらい指示と共演するわけですね。指示と共演と、もう、いいです勝手に会話している感じに。ああ、そう。これをとりあえず毎朝やって。ちなみに、それとの出会いっていうのはこれは、あれこれなんで知ったんだろう。なんだろう。あ、偶然、なんか一時期 YouTube でとりあえずトランペットの人を検索するのがすごい好きで。で、ずーっと検索してたらこのエチュードをやってる動画に出くわして、で、ああ、なんだこれはってなんか楽譜ないのかなと思って、ネットで検索したら本人のホームページに行って、で、買えますよってなったから、おお、買えるんだと思って、買ってみようって、ピッて買ってアドレス入れてピッってやったらいきなりボンってもう PDF で送られてきて、うん、おーじゃあ明日からやろうと思ってそっからもうほとんどずっと毎日ほぼ欠かさず素晴らしいいいルーティンが来ましたね。はい、はい、ありがとうございます。いえいえいらっしゃったありがとうございます。では、さっきも少し、まあ、あの作品出てきましたが、一応これも皆さんに聞いてるので、あの、好きなオーケストラの作品っていうのも少し聞いてもよろしいですか？え、オーケストラの作品？はい。お気に入りの、じゃなくて、あれ？お気に入りのオーケストラ作品。いやー、これはなかなか難しいですね。何がお気に入りなんだろう。何でも、何でも好きなんだけど。それでも十分かもしれないですね。さっきのお話を聞いてても、そんな。でもなんか、もしこう、これっていうのがあれば言っていただいてもいいですし、もう。これっていうのは、何かなぁ。なんだろう。
なんだろう。何でも好きになってしまうんだな。いい答えですね、それは。うん、そうやると好きになってしまうから、うんうん、曲を、その曲を。もう、そうだ、もう本当にアマチュアみたいな、もう何なんか。素晴らしい、素晴らしい回答です。うん、究極のアマチュアです。究極のアマチュアなんですね。うん、でもね、なんだろうね、本当に。でもかっこいいなとか思うのは、やっぱ、マーラーとかすげえかっこいいって思うけど、でも、モーツァルトとかも好きだしなとか、この前スコットランドやったらすげえよかったしなとか、いろいろ、ほんと、なんでも、あ、でも、本当に聞いて、本当に流して聞いてるのが好きなのは、バッハとかいろいろ、そっちの、昔のバロック系を聞いてるのが好きかもしれない。かっちょええな。ええな。やばいな。この流れやばいですね。僕引っ張られて言ってますわ。このまんまじゃあ、トランペットの作品とかも聞いちゃって、たら同じ感じですかね。なんか、トランペットもね、トランペットの作品中もね、でも何気にあんまりトランペットのソロ曲ってそんなにすごいたくさんやってるわけではなかったんです。うんうんうん、これがまた。なるほど。で、大学時代も結局1年間に、ね、やっても2曲、うん、前期後期前期後期前期後期みたいな。やっても2曲ぐらいしかやってなかったし、積極的にそんなソロをやるっていう感じではなかったので、曲数は少ないんだけど、そうね。でも最近聴いてて、わあ、めっちゃかっこいいって、思ってちょっとミーハーな感じになんないけど、あの、スパークのソング&ダンスとかなかなか、いいですわ、あれがまた。しかもなんか、YouTube でガンシュが演奏してる動画があっても、あれがもう、ガンシュがかっこよすぎて、で真似して吹こうとするけど、あんな風には全然吹けない。いや、あれはもう、ちょっと変態じみてる感じで。うん。まあ、ガンシュ変態ですからね。うん、ねえ、ガンシュもおかしいよね。そうです。まあ、ガンシュもそうですけど、結構、みんな変態ですね、でも。みんな外人さん、変態。いやいや、あの、日本人にも変態の人もいっぱいいらっしゃいます。あ、日本人にももちろん変態たくさん。変態の一種なので、はい。自覚してください。いたって普通だと思う。あ、変態ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこう、スパークの名前が出てくるのも嬉しいですね。ありがとうございます。うん、先ほどちらっと、まあ、ルーティンでも出てきましたけれども、まあ、基礎練習をするときに、まずこう、大事に思ってやってることっていうのは何でしょうか。まあ、今途切れちゃって聞こえた。大事に思ってること。うん、基礎練習をするときに大事にしてること、なんかこう大事にし、これを大事にしながら練習してるっていうようなことあります、うん、今は、その、基礎練習の時で、自分の息とその音のバランスがすごいいいところでいけるようにずっと気をつけながら、そう、特にこのさっきのフロースタディっていうのが、本当に、その常にちゃんと息をフローさせて、こう、音のセンターをしっかり出して、オープンにオープンにって、やるエチュードなんですよ、これが。で、なんか最近はだからすごい、もうずっとオープンなサウンドになるようにと思って、あんまりこうだから自分の音がこう、ポポポポポってならないように、できるだけ、なんていうんだろう、この、
歌で言えば、っていうか声で言えば、この、地声が出てるみたいな感じの、なんか、あーみたいな感じじゃなくて、もう、あーって普通にこう地声がバッて出る感じのを意識しながら、すごい基礎練習をするようにしてますかね。なるほど。自然にっていうことですよね。自然に。なるほど。ありがとうございます。では、先ほども ね、出てしまいましたが、ここ皆さんいろいろ出していただいてるんですけども、おすすめのエチュード、メソッドご紹介いただけますでしょうか。はい、おすすめのエチュードがですね、最近やり始めた、最近でもこれはもうちょっと前から、これなんて読むかね、こうわからないんだけど、昼、すねでこう、わーって読むのかわからないんですけど、この人のリリカルエチュードっていうのが、なかなかこう、音域とかも、すごいちょうどよくて、音域もすごいちょうどいいし、なんか歌いやすい感じ。でもこのリリカルエチュードのこの一巻っていうのはなかなかこう、曲層が、おセンチな曲が多くて、ずっとこう立て続けされてると、こう、なんかだんだんこう、しんみりしてきてしまう感じの、こう、切ない気持ちになるのが、あれですね。で、この人いろいろ出してて、ね、これの2巻もあるし、これの、ちょっと、オペラティックスタイルっていうのが、メロディー。同じですけどね。そう、こう、オペラティックはすごい、わかりやすくて、その、一曲目からいきなりこう、レッスンドルマが出てきて、うん。最初ずっと何を吹いてるんだろうって思ってたら、曲の最後の10小節ぐらいがいきなり、チャー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 ってなってきて、なかなかこう楽しいエチュードがありますね。これなかなか歌いやすくて、これも急にちょっと興味があるんですけど、どうやってそのエチュードに出会うんですかね。これはですね、これは偶然、その、これも名古屋に、あれ、名古屋にいた時か。名古屋にいた時に、ウィーン交響楽団が来てて、で、その時に、ハイニヒ・ブルックナーさんとか、でウィーン教の人たちと飲みに行くときがあって、で、そのブルックナーさんに、普段どんなエチュードやってるんですかって聞いたら、そしたらこのすねで、はぁ、ちょっと発音できない。これをやってるって言われて、ああ、そうなんだと思ってネットで検索して、日本だと多分そんなに売ってない。はい、見たことない。だから、海外のサイトで探して、買ってみて。で、買ってみたら意外と、ああ、意外とすごいやりやすい。で、結構スラーで繋がった感じの歌い回しのあれが多いから、さっき言ってたその音をオープンにとか、で、繋ぐ、息で繋いでみたいな感じの意識しながらすごいやれるエチュードで、それをすっごい意識しながら、よく、外人さんとかってスラーで吹いてても音がもうバラバラ切れてる。あれを自分でも絶対やってみたいと思って。どうしてもやっぱりある程度操作してしまうから、それをないようにと思ってやるのにもすごいちょうどいい感じに。今一生懸命やってます。なるほど。はい。ですね。他にもございますでしょうか。とりあえず。他にも、エチュードはね、いろいろ、でも、メロディアスエチュードが基本的にすごい、多いかな。なるほど。これも最近、この自粛期間中に買った、この、フィル・コリンズの楽曲がある。100トランペット。100トランペットエチュードって、これもなかなかこう、楽しい感じになる。まだ3、4番ぐらいまでしかちょっとできてない。いえいえ、あとじゃあ90何個ですね。
まだ90何個。1日1個やっても3ヶ月かかるかなみたいな。でもまあね、100日でなんとかワニみたいなのもありましたしね。100日でできるエチュードみたいな感じですね。そう。うん。こんなのをやっているかな。そうね、あとは、そうだね。あとはクラークやったり、コリンやったり、とか。はい。かな。いいですね、でも。ね、歌っていうのは大事ですよね。結局なんだかんだアーバンにもね、歌いっぱい2巻出てきたら、オペラアリアだったりしますしね。そうです。なるほど。大事ですね。ありがとうございます。とても素敵なお話でした。ありがとうございます。それでは、まあ、まあ、これ聞いていた方々は皆さん、沢田さんの音を聞いてみたいぜってなってると思いますので、ぜひ沢田さんの音が聞ける、なんか CD とかご紹介いただけたら、最終的には下にリストにしてまとめますけれども、はい、なんかこれ、沢田さんの音おすすめだぜみたいな CD があれば、教えてください。ちょっと持ってきてます。はい、もちろんです。そうだね。オーケストラだと、はい。ここら辺の、ああ、光ってしまう。あ、見えてます。画面が映ってしまう。ラフマニノフですね、それ。これラフマニノフの2番、これ東京の音楽監督のジョナサン・ノットンと一緒にやってるやつとか、ブルックナー。このブルックナーの8番。これも、なかなか、ショスタコの5番も、ああ、いいですね。なかなか、いいですね。これ、いいですね。さっきのこう、オーケストラの魅力に取り憑かれたショスタコの5番が CD としてあるっていうのは。ねえ、自分でまさかね、こんな CD になっちゃうなんて。ねえ、びっくり。他人事みたいに言ってますね。あとはな。ねえ、まさかね。そう、でもその時大学の時にやった時も、その時は、もうインベーだから、米管でやろうって言って、大学3年生の時に米管でやって、で、この録音の時も、よし、じゃあ米管でチャレンジしようって言って、米管で吹いてます。ね、頑張って米管で。でもなかなか米管楽しかったです。米管いいですよね。うん、米管とってもいい。僕昔米管は特殊管って言ってたんですけど、最近やばい米管は特殊管って呼んでたんですけど、最近自粛期間にエチュードばっかりで米管ばっかりになってしまいました。確かに自粛期間、ねえ、米韓以外めったに出さなかったかな。うん、でも自粛期間中、最初の頃は、本当はね、7月今やってる、本当に今日やってた定期とかが、うん、本当はマーラーの5番をやるはずだったのよ、うん。で、これ自粛開けた時にこれ吹けないとやばいと思って、もう毎日マーラの5番をとりあえず通してってやってたけど、途中でね、5月ぐらいになって曲も変わりますって言われても、そこからモチベーションが下がりまくって、もう何練習しようかなと思って、うん、それでこうエチュードに走り、またね。同じ感じ、僕も演奏会ギリギリやる言ってたのがショスタコービッチの8番で、うん、8番初めてやるから結構一生懸命練習してたんですけど、がっかりしましたね、なくなって。ねえ、なんか、ね、大変な曲あるとこうモチベーション一応ね保てて、こうよしって思うんだけど、なくなると思うね、みたいな、ないのかと。なりました。
ね。はい。一人で練習してると調子悪くなるしね。なんかね。なんかもうでも、結局自分でなんか録音したのと自分とデュエットしたりして遊んでましたね。自主期間中そうね、リモートアンサンブルもね、ちょこちょこあったからこう。ね、難しかったですね、あれ。それも意外と、ね、あれ、大変、ね、大変だよね、あれね。大変ですね。違う仕事してる感じがずっとしてましたね。なんかね、もう、ありゃ大変だと思って。はい、ありがとうございます。では、楽器を見せていただきたいんですけど、後ろのトロンボーンじゃなくて、あの、普段使ってる。あ、これじゃなくて。これじゃなくて。あ、これベストン。ベストンが。皆さん間違って買わないでくださいね。銀メッキめったに売ってないですか、ね、そうですね、確かに。楽器、はい、普段使ってる楽器は、あ、まあ、ベーカーは普通に、あの、バックの、普通の 37ML のシルバーをね、普段はずっとこいつを使ってて、定感はアルチザンを使ってます。アルチザン。アルチザン。これもこれもう8年ぐらい吹いてるのかな。これもなんとなく出たての頃に知り合いの人がアルチザンいいよって勧めてきて、じゃあちょっと見に行ってみますかって言って見に行って、でその日巨人かなんかの本番で、その時の、で、じゃあ明日サントリー持ってきてくださいって言って、で、本番でちょっといきなり使ってみて、あ、吹けると思って、じゃあ買いますって言って買ったのがこの楽器。なわけですね。これです。あの、そんなことばっかいきなり持ってきて本番で使う。なかなか勇気がいりますね。とかやって、勇気がいります。ピッコロのマスティスとかもそうでしたね。いきなり使ってみちょうどその時もハーモールの本番があって、でその時にあ、ちょっとじゃあこれ試してみますって言って持ってったら、あ、吹けたって思って、あ、リハだ、でもその時はリハに持ってって、あ、吹けたって、あ、じゃあもう買います買いますとか言って、いう感じで。そうですね。他の いろんな楽器もあった方が良ければ、いろんな楽器もお見せできますが。そうですね。せっかく見せてもらえるんだら見せていただきたいなと思いますし、その後ろにチラッと見えてるのはなんとなくバロックな感じですかね。これバロックな感じですね。あ、素晴らしい。あ、まあ、今はちょっとナチュラルな感じになってますか、ね。あ、ナチュラル。あ、アナナシの。アナナシの、今ナチュラルな。感じに。これはね、エッカーの、あれを、ね、たまに、うちのオケでも使うので、こいつを使ったりもしますね。なるほど。それとか、それとか、この場に、おっ、これ。この場にあるのは、ピッコロはこれを、シルキーの、ピース、英語を、これはもう20年選手ですね、こいつは。大学4年生の時に買ってるので、24年だ、二回り選手。素晴らしい。です。年を。これがさっき言った、こう、いきなり吹いてみて、あ、吹けたから買っちゃおうって言ったマウスピースが。何のマウスピースですかね。あ、これは、ジュンズの。ジュンズさんか。ジュンズさんですね。ピッコロは。それまでは、こう、7D バッ
ックの 7D を使ってて、で、ちょっと吹いてみたら、あ、これ吹きやすいと思ってこれにしてしまいましたね。ですね。はい。普通のトランペット、まあ、米管、税管のマウスピースとかは何、どんな感じですか？米管、税管のマウスピースは、はい、あれ今日な、米管、税管のマウスピースは、これもジュンズですね。ジュンズさん。あ、でも形が。そうそう、これは、もう本当に、初期、多分初期の頃の、これももう十何年使ってるから、もう本当にこの制作者の池部さんのマウスピースポーチからこうやって、あれなんかこれちょっと吹いてみていいですか、ぷぷぷ、あ、ちょっとこれ借りていいですかって言って買ったのが、これ。なんか番号とかはあるんですか？それからずっとこれを使ってますね。です。番号とかは何かあるんですか？番号がね、ないです。なんか、何かに近い。私の名前が入ってるだけ。M 沢田って書いてあるだけ。あ、でも一応、スロートとバックボアが24の24。24。っていうのが入ってる。それだけは入ってる。そのカップとか、うん、そういうことに関しては何もないです。情報なし。はい、見てくださる方、全く情報が分かりません。はい、これ情報ないです。ごめんなさい。ジュンズ M 沢田で買ってください。しかも、この頃は、これ買った、そう、これ買った頃はね、まだね、直接池部さんに、こう、やり取りしながら、ちょっとすみません、もうちょっとこんな感じにしてくださいって言って、シンガポールまで送って、帰ってきて、また吹いて、あ、もうちょっとこうがいいですってやってるから、本当に多分同じものは全くない感じです。すみません。皆さんごめんなさい。いや、大丈夫です。ありがとうございます。はい。大体のものは下にまたこう、説明文、三角ボタンを押してもらったら見てもらうようにしておきます。はい。ありがとうございます。はい。はい。たくさん楽しいお話を聞かせていただいたところで、そろそろ次のお友達を紹介していただこうかと思うのですが。はい。はい、そしたらですね、次のお友達は、私の一回りちょうど下の大学の後輩が、私が元いた名古屋フィルの後に入った人がいまして、宮本くんを、はい、ぜひと思いまして。はい。それでは、ゆずるくん、ちょっと、電話してみます。はい。宮本ですよね。宮本です。宮本ゆずるです。あさきさん。はい。いきます。はい。もしもし。もしもし。あれ。もしもし。あれ。もしもし。もしもし。もしもし。あ、すみません。シロズです。ああ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、すいません。ちょっと僕が電話の操作に手こずってる間に電話かかってしまってました。ご無沙汰しております。はい、すいません。突然お電話しまして。はい。今です。最近僕YouTube の方で対談みたいなことをしてるんですけれども。Facebook で拝見させていただきました。ありがとうございます。で、今、実はその収録をしておりまして、はい。13回目のゲストに東京交響楽団の沢田さんと、対談をしてるんですけれども、その、沢田さんのご紹介で、ゆずるくんという形なんですけれども、はい。今、電話が繋がっております。沢田さん、どうぞ。あ、
しもーし。あ、もしもし、お久しぶりです、宮本です。おい、久しぶり。元気？あ、おかげさまで、ちょっとコロナが心配ですけれども、再開して元気に過ごして。そうですね。元気に過ごしてますか。はい。私も元気に過ごしてますよ。あ、いや、よかった。なんか久しぶりに澤田さんの声が聞けて、なんかちょっと。ねえ、はい、というわけでですね、はい、次僕と対談をしていただきたいのですが、あ、はい、でよろしければ。ああ、ありがとうございます。じゃあちょっと決まり文句を言っていただく形なんですけれども、ご準備よろしいでしょうか。あ、はい、はい、大丈夫です。はい、では次、バズっていいともゲスト来てくれるかな。いいとも、ありがとうございます。いいともいただきました。それではまたご連絡させていただきます。はい。はい、失礼いたします。失礼いたします。はい。はい。無事つながりました。つながりましたね。初歩的なミスで何ですかね、スピーカーにするのを忘れて、トゥルルルっていうのがならない回ができてしまいました。なるほど。それ、なんか、ちょっとちっちゃめの声でこう。あれ、どうなんだっけみたいな。すいません。ちょこちょいでした。はい。いいえ。それでは、たくさん楽しい話を聞かせていただいたのですけれども、たくさんさせていただいたので、はい、この辺でですね、このバズっていいとも見ていただける皆様に何かメッセージをいただけると嬉しいです。メッセージ？はい。そうですね。皆さん、オーケストラで吹いてるトランペットの人もこんな感じの、ね、そんな真面目じゃないですけど、みんな楽しくね、楽しく楽器を吹いてください。ね。で、ね、東京交響楽団の演奏もね、ぜひぜひ皆さん聞きに来てください。ということです。はい、ありがとうございます。もうね、今日終始楽しいお話を聞かせていただきましたし、もう最後のコメントに全てがこもってたんじゃないかなと思います。第、白津大輔アワーバズっていたも、第13回目のゲストは、東京交響楽団首席トランペット奏者の澤田雅人さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうも。いかがだったでしょうか。澤田さんとの対談でした。面白かったですね。ね、マイペースな方なんだっていうのを、お話しさせていただいて、改めて、感じさせていただきましたし、なんかやっぱりこう、音楽でね、楽しむっていう感じがあるっていうことを、改めてこう、実感させられたといいますか、やっぱりトランペット楽しく演奏していかなきゃいけないなっていうのを、改めて思わさせていただきました。さて、澤田さんのご紹介で次は名古屋フィルハーモニー交響楽団の首席トランペット奏者宮本ゆずるくんとの対談をしていきたいと思います。宮本くん、なかなかね、キャラクター面白いですので、こちらもたくさんたくさん引き出していけるように頑張っていきたいと思います。それではまた次回もお楽しみにしてください。